さん、こんにちは。選手の学びを、共にしたいとは思うんですけど、ちょっとこう、アナウンスがあります。私ね、今週、えらい目に遭いました。火曜日っていつになるの？10日あたりか、あ、じゃあは、あの、こ、9日やね、9日あたりから、実は私、ものすごい、風邪をひいっていうか、熱がバーって出てですね、それで、火曜日1日、ものすごい高熱やったんですよ。で、次の日の水曜日は、ちょっと熱下がったんですけどね、木曜日になって、また熱が出て、まあ、38度ぐらいですかね。ほんで、もうずっと、なんちゅうかな、何もできずに、本当にね、もうほとんどこう、薬飲んで寝るような。ほんで、金曜日になって、お医者さん行ったんです。そしたら、なんと、コロナになったと。私、まだコロナがしつこくあるの知らなかった。で、そうは言うてもね、その、お医者さん、コロナ私になったから、1週間ぐらいは、昔ほど隔離いうのはないらしいんですけども、あまり家からこの出ない方がいいと言われて、おります。そんなことでね、私の、教会の方の、キリスト教の入門のクラス、この、学びもキャンセル。それからですね、日曜日の夜の礼拝。これ英語の礼拝なんですけど、これも、キャンセルします。ちょっと参加できません。昼の礼拝だけは、今このビデオを元にして、礼拝をしていただきたいなと思ってます。それではですね、そんなことで、まだね、体ちょっと調子悪いんですけど、だから、ちょっといつもよりは元気がないかもしれませんけど、でも、メッセージ、ちょっとね、熱は下がってきました。いやー、なんか大変やね。もう、やっぱり年やねんな。はい。それではですね、これから、聖書の学びに入りたいと思います。それではですね、簡単にお祈りを持って始めさせていただきます。天の父なる神様、どうかあなたが私たちにあなたの御言葉を教えてください。このこと感謝し、主イエス・キリストを御名にお祈りいたします。アーメン。はい。ですね、今日の、聖書の箇所、ローマ書の、11章。7節から11節、あ、10節の部分までです。タイトルはですね、イスラエルが求めたものという、そういったタイトルにしました。今11章に入ってるんですけども、このローマ書っていう書物、パウロさんが、そもそもコリントっていう町にいたんですけど、パウロが、彼は本来はローマに行って、ローマに教会ができてると。で、このローマに行って、このローマの教会に、福音を伝えたい。でもね、パウロさん、いろいろ事情があって、ローマに行けないんですよ。で、パウロはこの後はエルサレムに行かなきゃいけないっていうことがあってですね、それで、そういった状況だった時に、どうやらですね、多分パウロさんの元に何かこう連絡が来たんでしょうね。そのローマの教会が、もう大混乱してるということみたいです。ローマの教会の噂を聞いたんだと思うんですよ。で、なんでこのローマの教会がそんなの大混乱してるのか。どうやら誰かが、偽の福音、偽物の考え方っていうかな、それをこの、持ってきてると。で、多分パウロさんに一体何が本当なんやいの聞きに来た人がいるんだろうと思うんですね。で、この偽の教え、あるいは偽の福音、いうのを言ってるのは、どうやらですね、ローマ書をこう読んでいくと分かってくるのは、どうやらこれはユダヤ人。ユダヤ人が悪いっていうよりも、ユダヤ人のクリスチャンたちが、どうやらユダヤ人的な考え方を、このキリスト教の教会の中にもこう持ってきてると。で、異邦人であるローマ人やギリシャ人と、それから、その、もともとユダヤ人だった人たちが、考えが合わない。特に、この、ユダヤ人だった人が、ローマ人たちに、新しい、こうせんとあかんねんよ、ってなこと言うてるみたいなんですね。で、パウロは、
だからこのローマの、その、もうごつ混乱してるんで、何が正しい福音なのか、何が正しい考え方なのか、何がこのキリスト教なのか、まあその考えをですね、正しく伝えようとして、で、まあこの手紙を書いたというのがローマ書だと思われます。で、だから一体ユダヤ人たちが一体何を間違っているのか、一体どんな間違った教え、考えをこのキリスト教の教会に持ち込もうとしてたのか、これはね、まあ多分、このローマ書を読んでわかるのは、行いによって、まあ義と認められる。いわゆるその、正しい行い、正しいこと、まあ正しい法を守る言い方いいのかな。ユダヤ人たちはもう法を守ればいいと。つまり正しいことしたら、まあ神様に褒められて、まあ、反対に法を守らないと、正しいことをしないと、神様に叱られるよと。で、まあ、これはね、確かに私たちだって、あなた正しく生きなさい。正しいことしたら、なんちゅうの、それが正しい道やんかと。これわからんでもないですよ。私たちクリスチャンだって、例えば、毎週ちゃんと日曜日行って、10分の1献金もちゃんとして、そして、正しく、その困った人には助け、まあ、いろいろこう、私たちもこれやるべきや、あれやる、福音もちゃんと伝え、こういうことせんとあかんよと。ほんで、やればやるほど、一生懸命頑張って、この福音を伝え、ね、そういうことやればやるほど、神様に喜んでもらえるんやから、これやらんとあかんねんよって言われたら、いや、確かにそうやろうな、と、正しい行い、まあ、義の行い言うかな。で、これ、パッと見ね、正しく聞こえるんです。だって、いや、そう、一生懸命頑張って、教会のために頑張って、それは正しいことやと、ね、に、正しく聞こえるんですけども、これがね、実は、大間違いなんですね。正しいようで、まあ、正しくない。で、パウロは、この、まあ、行いによる義っていうかな。行いによって正しいと認めてもらう。神様に喜んでもらう。この考えそのもの、正しいことすること自身が悪いことじゃないんですけども、当然。でも、これによって、まあ、これをせんとあかんねや、いうか、それをしないといけない。この部分が非常に、私たちの福音と全然違うんだよと。福音というのはそんなもん違うよということを彼は言いたいんですね。正しく生きること自身、悪いことじゃないにしてもですね、どうしてもね、正しく生きてる人は、自分の基準で物事を見てしまう。これはね、注意しないと教会でも起こりかねません。教会でもね、私はちゃんと毎週日曜日教会行ってるけど、なんか、教会来ない人を裁いてしまって、あの人はクリスチャンとしておかしいなって、だとか、あるいはあの人クリスチャンやってるけど、10分の1献金してない。10分の1献金せんかったらいいクリスチャンと言えませんとか言う、だとか、あの人なんか全然奉仕せえへん。いや、献金もせえへんのに、なんか、教会で食事やと、なんかある時だけはなんか顔出しよるとかね。もうね、ついつい人を裁くことになってしまう。ほんで、あの人何もやってないのに、ええとこ取りしてるようなことをね、人間って言うてしまうんやね。で、この問題を、パウロさんは、どうもこのローマ書の2章で、明らかにこのユダヤ人たちに対して、あんたら何を人さばいてんねん、言うて、まあちょっと責める言うかな。だからまあ、パウロさんはこの話を多分、聞いて、えらいことになってるなと、パウロ自身がユダヤ人ですから、このユダヤ人たちが言いそうなこと、よう分かっとるんですね。で、これ間違ってるよと、あんたたちそんな人をさばいてどうすんのと。で、これが、その、きっかけで、この、まあ、パウロは、ローマ書を書くことになった。で、このローマ書の、まあ、パウロが言いたい、この正しい、今度は福音とは何かっていうと、まあ、ちょっと今までのことを整理すると、パウロが言うてるのは、その、行いではなくて、まず、
神様からの恵みがあって、この恵みによって私たちは救われてるんだと。神様が私たちを愛してくださり、私たちが自分の力で自分で頑張ろうとしても、とてもその罪を克服することができない、法を守ることができないじゃないかと。それで神様がご本人が私たちを愛してくださり、そして人となってきて、あの十字架で私たちの身代わりに亡くなってくださったんだ。つまり生贄になってくださったんだ。そして3日目によみがえってくださったんだ。このことを信じるだけで私たちは救われるんだよと。そしてそれだけじゃないです。パウロが言いたかった本当の福音っていうのは、つまり信じることによって救われ、しかもそれだけじゃなくて、その後に信じたら聖霊の宿りが起こるんですよと。そして私たちクリスチャンの本当のクリスチャン生活っていうのは、生きる道っていうのは、聖霊に従って生きる。せ、あの、これが8、あの、有名なローマ書の8章の部分やったんですね。8章の基本っていうのは、聖霊様に私たちが従って生きたときに、初めて自分たちは、まあ何やろ、この、まあ法を守ることができるし、そもそも、私たちは神様の、聖霊様の宮になってますから、神の宮になってるから、神様の言葉を、今自分はここで、聞くことができるんですね。そして神の、聖霊に従うということは、まあ、それ自身も法を守ることになるし、正しく生きることになるし、それどころか、もう喜びに満たされて、そしていつもこう、まあ、笑顔が出てるいうかな。で、その平安に包まれていると。で、そのような、もう幸せな、その姿が、世の光、地の塩として、この真っ暗な暗闇の中でもピカッと光っている。で、これが、私たちがこの地上で神様の栄光を表している。周りの人たちが、そういったクリスチャン、まあ、なんちゅうかな、幸せそうなクリスチャン、し、あの、し、あの、を見て、幸せいか、その、いわゆる、幸せそうなんですよ。幸せなんやけど、いわゆる、精霊に満たされた クリスチャンを見て、そして、その、まあ、自分たちの、その神の栄光を見、ああ、素晴らしい、とこう感じると、これが、まあ、正しい福音なんだと、そのようにして生きてべきだと、しかも、それに、私たちを、しかも、永遠の命が与えられて、もう、知らないんだよと。で、福音っていうのは、そもそもグッドニュースっていうのは、まさにそれなんですね。私たちは、信じることによってのみ救われて、しかも、なんと聖霊が宿り、プラス、もう私たちは死の問題は解決したんだと。もう私たちは死ななくていいんだよと。この体は土に戻しますけども、アダムから来てるんで、でも私たちの魂は天国に行って、そして御国に入るんだよ。私たちはもう死なないんだよって、これがグッドニュースなんですね。私今週ね、まあ火曜日、まあ水曜日あたりからもうずっとこう苦しくって、まあコロナいうか風邪ひいて、いや、ごっつい、熱出てたじゃないですか。で、もう全然、なんちゅうかな、聖書も読めないとか学んで、もうほとんどずっとこう、もうベッドに寝てて。で、ただその時に、いやどうしよう、今週のメッセージも、センター感じ、その時はまだね、日曜日礼拝あのにとか思ってたんですけども。ほんで、そんな時に、夢見たんですね。神様、一体私は、一体何を、人々に伝えたらいいでしょう。で、私個人的には、いや、この福音、このグッドニュースをみんなにもっと伝えたらあかんのになとか思ってた時に、私、これいつやったかな、木曜日の夜かなんかね、夢見てた。その時ちょうどね、38度ぐらいはあったんですよ。ごっつ暑かった。発熱、今もちょっとこう、今ちょっと微熱状態になってますけど、まだちょっとこう汗かいて。で、その時に、どんな夢見たか。これ夢ですけど、私ね、私が見た夢は、なんかまあ、ちょっと、大きなちょっと会議室みたいなのがあって。で、まあ、そこに、まあ、テーブルがあって、20人ぐらいの人が大体、そ、まあ、大体20人ぐらいの人が座ってるんですよ。
で、これ夢ですよ。でも、で、普通の会議室で会議してるね。これ、私、長い間、会社にも勤めてましたから、まあ、これ普通のなんか会社の会議室みたいな、いわゆる、ほとんどその20人おっても、多分ですね、僕だけがクリスチャンやというのは、そんな感覚やと思うんですね。で、周りの人は、まあ、人が座ってて。で、私ね、なんでか知らんけども、その会議では、まあ、夢の中の話なんやけども、私が今度喋る番になったんですね。で、私は福音を伝えたいと、思ってるから、で、私がやりたかったのはね、その会議の中で、その20人ぐらいの人に、福音を伝えようと思って、で、私が思ってたのは、もう一人一人に、あなたたちも、やがて死ぬんですよ、あなたも死にますよ、死にますよ、言うて、でも、死ななくて済む方法が現れたんですって形で話をしようと、どうも思ったんですよ。その夢の中で、ほんまに。で、私がこう20人ぐらいいて、こっちの一番最初の人に、あなたは死にますって言うた瞬間、その人がブワーッと泡吹いて倒れて、これ夢の中なんやけど、ほんまに、ええー、と。で、その人倒れて、なんかパッ倒れて、こっからペアーっと、なんか耳から血がパーッ出てきた、まるでなんか映画のような、なんか、うわー、どないしょ、なんか、いかにも私が、なんかその人を殺したみたい、あなたは死にます言った瞬間、パタッとその人倒れてもうと思うんやから、周りの会議に参加してる人は、うわ、私自身も、で、もうその後救急車呼んで、で、もう偉いことなったねん。で、その方を、その救急車に乗って、ピーポーピーポーで、もう、まあ、で、その後、会議室に残った私たち、まあ、その人は病院に行ったんですけど、偉いことなったー言った時に、私が、残ってた人たちの前で、私は実は、キリスト教の牧師なんです。あの方のために、お祈りしたいです、言うて、ほんで、私一生懸命祈ってる姿を夢見たので、祈ってる時も、神様、私たちをみんないつか死にますが、しかし、それがいつかわかりません。どうか、今があの時、あの方に福音を伝えさせてください。どうか彼が元気になって戻ってきて、そしてあの方に私が福音を伝えるチャンスをください、なんていうことに祈ってるぞ、私一生懸命。何の祈りかと思うけど、ほんまにね、ほんまに私たち、なんちゅうかな、福音を伝えないと、いけないなと、つくづく思った、まあ、次第なんですけどね。ほんで、私思うのに、この死という問題がないっていうのがグッドニュースなんですね。そうじゃないと、みんな死んでも、私たちは、体は土に戻しますけども、魂はまあ、今死んだら天国に行き、そしてやがて栄光の体をもらって、私たちは神様の御国に入るんやね。そして永遠に生きる新しい体を持って、これすごい。しかもこの御国に入るということが分からすために、保証として、なんと聖霊が与えられてるんだって聖書は言うとんですよ。これがグッドニュースなんだと、パウロが言いたかった、ユダヤ人たちが何かいい、ちゃんと、やったら、いい行いをしたら、またそうしないといけないよと言ってるんじゃなくて、その前にね、何かその聖霊に従うんだと、私たちはグッドニュースがあるんだと、そしてこの福音を伝えるんだと、そしてこの、エペソ人への、まあ、1の13から14を読んだらわかりますけども、この聖霊の宿りの私たちが御国に入る永遠の命がある、このことの保証なんだって書いてますね。ちょっと読んでみましょうか。この方にあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。まあ、そんなことでね、私たちが、ユダヤ人たちの勘違いっていうのは、福音っていうのは、私たちはもう死なないんだよということをまあ伝え、そして、私たちがもう永遠の命があるんだ、これを理解することだったんですね。これがパウロが言いたい正しい福音。ところがユダヤ人たちはこれを完璧に、まあ、勘違いしているんですよ。
ほんで、次、今日の部首、今日はですね、ローマ書の11章の、7節、読んでみたいと思います。ではどうなるのでしょう。イスラエルは追い求めていたものを確保できませんでした。選ばれたものは確保しましたが、他のものは頑なにされたのです。ここで、パウロはですね、なんとイスラエルは実はずっと追い求めてたもんがあったんやと。彼らは自分たちが求めていた、ずっと追い求めていたものを手に入れることができなかった、勘違いしてるから、彼ら間違ったやり方してるもんやから。で、このユダヤ人たちが追い求めていたもの、彼らがずっとまあ、求めて、ユダヤ人たちが、何を求めてると思う？彼らが、なんでそんな、ちゃんと、律法を守らんだかんとか、ユダヤ人たちが求めてるもんは何やと思う？これね、一言で、まあ、いろんな言い方あるんかもしれませんけど、まあ、私が思うのに、一言で言うたら、神様からの、祝福やと思うんですね。結局、彼らは、その法を守り、神様に喜ばれることしたら、神様の祝福が与えられる。彼らのイスラエル王国が建国され、そして彼らの国が素晴らしい国になり、そして再びダビデのような王国が作られ、そして王様である方が来られ、メシアが来られ、そしてその全ては彼らが神に立ち返る。ユダヤ人たちは歴史の中で神様からもう、どん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 離れていく歴史を持っとんですね。で、そのたんびに神に立ち返りなさい言うのに、立ち返らないですよ。で、ただここで彼らが勘違い、ものすしちゃったのが、法を守りさえすればいいと勘違いしちゃったんですね。ユダヤ人たちはどう言ったらいいかな。皆さん、メズーサって知ってる？メズーザ。メズー、ちょっと写真見せようか。これ写真なんですけど、ユダヤ人の方の家のドアに、こんなね、入れ物があるんです。これは入れ物、メズーザっていうので、ユダヤ人の人たちは、このドア入るときに、キス、ちょ、触ってキスしたり、このメズーザ触りはんねん。で、このメズーザっていうのは、こんな入れ物なんやけど、ちょっと斜めにいつもつけてはるわ。このメズーザの中には、実は、聖書の、ある箇所が書かれた、手書きじゃなかったらあかんらしいんやけど、手書き、ヘブル語の、文字が書かれてるんです。聖書のある、聖書の箇所が入ってる。これどこかわかる？実はユダヤ人たちは、このメズーザ、これ何て書いたら、最も大切な、教えであり、これを守らんとあかん、これをせんとあかん、これ絶対忘れたらあかん、いうことで、このドアにつけてはるんですよ。で、同じ文章が時にはこのちっちゃな箱入れて箱の頭の上につけたりしはるんですよ。で、その中に入ってる言葉、これね、実はね、申命記の、6章の言葉なんです。申命記の6章の4節から5節、読んでみましょうか。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。有名な聖書の箇所ですけど、これがメズーサに入ってます。で、ここではっきりわかることは、この聖書の言葉っていうのは、神様を愛しなさいなんですね。ところが、ユダヤの人はそれをその巻物にして、箱に入れて、こうやって触って、あ、神様ってやって、こう触ってドアに、家に入る。これで、この行いによって、もう神様愛してることにしてるというか、中の文章をどんなか忘れてる人も中におるんちゃうか思うんですけど、これやったらもうええと。いわゆる、行い、ルール、しきたりになってもうて、肝心要の、その神様が、絶対忘れたらあかんでと言いたいのは、神はあなたを愛してるし、あなたは神様を愛しなさい。神様を愛するかどうかがずっと、ユダヤ人でも私たちクリスチャンでも、これ全部すべてのクリスチャンに、人間に、問われている。神は愛のお方ですから、その愛、私たちの愛の関係で、旧約聖書の神であろうが、新約の神であろうが、全然
同じ神様。私が旧約聖書を見て分かるのは、神様は今の私たちの全く同じお方で、愛のお方であり、そしていて、義なる方、正しいお方なんですね。神様正しいから、当然裁きもなさる。よくね、旧約聖書の神様はなんかいやらしい怖い神様で、でもイエス・キリストが来て愛を述べ伝えて、イエス・キリストが愛の神様に別の門に変えてもうたんやと。だからキリスト教とユダヤ教が違うのは、イエス・キリストはユダヤ教を利用して、別の宗教を作った。まあ宗教ってそんなもんやって言う人おるんやけども、中には旧約聖書と新約聖書、私新約聖書が好き。だって新約聖書の、神様の方がずっと優しい。愛の神様。旧約聖書の神様、なんかいやらしい、なんか呪の神様、なんか人を呪ったり、なんかカナン人全員、聖絶して殺せなんて言うたり、あんな変な神様嫌いなんて言う人いますけども、しかし、同じ神様やで。愛の神様、旧約聖書を見てると分かるけど、どれほど神様が私たちを愛しておられるかよく分かるし、まして、新約の神様は明らかにやがて世が終わりが来て、その時にすごい裁きがあるよと、裁きをバッチリなさる神様なん、あまりにも私たち人間は自分勝手に神様を理解してて、神様優しい方やから何してもいいじゃないんですよね。神は義なる方で、間違いをバッチリ正しはると。そして、なんとこのイスラエル人がもともと求めていたものは、本来であれば神様を愛することをすれば、つまり行いじゃなくて、なんかこんなことせんと神様に愛されない、愛されないとか、こんなことせんとあかんとか、そんなんじゃないんですよ。神様は私たちをもう初めから心から愛してくださってて、ただ神の愛を受け入れる。神様が愛してくださってるんだ。ありがとう。で、自分も神を愛する。これなんです。こっちが先で、それで神を愛することによって、できれば神様とのように清く生きたい。でも清く生きれないから、私たちは、ユダヤ人の場合は生贄を捧げることによって許してもらえる。それで私たちの場合は、イエス様が最終的に生贄になられたんで、そして私たちはイエス・キリストの血を通して清められた、許されたんだ。これを理解した上で初めて正しく生きれるんですよね。結局、全く福音っていうものをユダヤ人たちは、勘違いしちゃっているんだよというのが、パウロの言いたいところなんですね。ユダヤ人に神様は法を与え、この法を守りなさい。でも、この法は守れない。モーセの十戒は守れない。だから法を守るだけじゃなくて、ユダヤ人たちの最も大切なのはこの礼拝の方なんですね。神殿があって、神殿のこの礼拝っていうのは何か言ったら、生贄を捧げて、そしてこの生贄を年に1回は全イスラエルの人のために捧げ、その血を持って、すべてその罪は許されるんだ。つまり神がユダヤ人にされたのは、日々できるだけ法を守ろうとするけど、守れないから神様のとこに行って、許しを得て、そして生贄を捧げて許しを得て、そして神をずっと愛している神の民、神様に従って神を愛する、自分の法が守れないことを礼拝で許していただける、それを、そんなその神様と共に歩んでいる素晴らしい国民、これを周りの国々が見て、そして神様の栄光、神様すごいお方やな、ということを知るためのもんやった。実はこれ全く同じことが私たちクリスチャンにも言えてて、私たちもイエス様が私たちの生贄となってくださって、そして私たちは毎回、なんちゅうの、羊やとか殺さんでも、イエス様がもう私たちの神の子羊として私たちの身代わりに死んでくださった。これで私たちの罪は許されたんだ。だから、許されたんだから、私たちはできるだけ正しく生きましょう。でも正しく生きれないから、そのたんびに神様のところに許しをこうって言ったら、イエス様が今天におられて、大祭司として私たちのために取りなしをしてくださっているんだ。で、この私たちの、その神様との関係、これを喜びを持って、神が私たちと共にいてくださる。
そして私たちがイエス様、その生贄を捧げた、その私たちの罪を許されたことの喜び、それと同時に正しく生きようとしているこの姿、これを周りの人が見て、そして私たちが聖霊に満たされ喜んでいる。これが神の栄光。私たちがこの暗闇の世界、世の光になるっていうのは、この暗闇の世界でみんな苦しんで悲しんでやってるのに、私たちはまあ、平安があると。これなんですね。これが、だから、神様、ユダヤ人、教会、クリスチャン、関係ないです。全く同じように私たちは扱われて、ただ、ユダヤ人たちは全く、勘違いしちゃったんだと。で、今日、の、次の箇所ですね、11の、8節読んでみましょう。こう書かれている通りです。神は彼らに鈍い心と見えない目と聞こえない耳を与えられた。今日に至るまで。はい、そういうことで、なんとですね、目が見えてないと、神が、これは実は実は聖書に至るところで、このユダヤ人たちは、もう分かってない、目が見えてない、 目が見えるなんて思ってると。この目が見え、これね、至るところで書いてるんですけど、なんと神は、このことについて、なんで彼らが目が見えてないんか、その理由も、なんとイザヤ書に書いてくれたんです。イザヤ書の29の13、イザヤ書の29章いいかな、そこに読んでみたら、神が彼らに鈍い心を与えるとか、なんかそんな感じのことが出てくるんですけども、13節にはなんで彼らが目が見えてないのか、理由が出てきます。ちょっとそこ読んでみますね。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれているのに過ぎない。この箇所でわかるように、このユダヤ人たちが、なんで、目が見えなくなってしまったのか、なんでユダヤ人たちは、この正しい福音がわからなくなっているのか、この最大の理由は人間の考えを持ってきてしまってるから、人間の教え。で、この人間の教えっていうのはもういとも簡単にね、入り込んでくるいうかな。で、何か言うと、正しく自分の力で生きようとする考え方なんですね。自分が何とか頑張ったらええという。まあ、人間が頑張りたい気持ちはわかるんですけども、神に全て任せるということは正しいんですけども、いわゆるユダヤ人たちは行いによって義と認められようとしてしまったというのが、最大の最大の、間違いなんですよ。そして、今日、9節から10節の部分を読んでみたいと思います。ダビデもこう言います。彼らの食卓は彼らにとって罠となり、綱となり、つまずきとなり、報いとなれ。その目はくらんで見えなくなり、その背はいつまでもかがんでおれ。このローマの11の9から10の部分、これ、詩編の、69編のですね、22から23の部分やろうと思われるんですけど、これ、ダビデが神様に対して、ダビデの敵が、ダビデが神様に、私の敵がいっぱいおると、ね、その敵の目が見えなくなったり、あいつらがそのもう、わけが分からん、もうしてくれって言うてる、その神様をお願いしてるような部分なんですね。これね、パウロがこのローマ書でこんな風に書いてるいうことは、パウロから言わしたら、なんとこのユダヤ人たちは、福音を完璧に勘違いして、その自分の行いによって義と認められるように思い込んでですね、思ってるもんやから、もう神様の敵になってしまったと、もう言いたいような感じなんですね。そもそもユダヤ人たちが、多分多くの人が疑問に思うのが、ユダヤ人たちはなんでイエス・キリストが来られた時に、イエス・キリストを信じなかったのか。イエスさんが、イエス・キリストを信じさえすれば、救われるはずやのに。でも、実はね、ユダヤ人たちは人間の考え方、人間の目で世の中見てますから、神を愛すると、口では言うてても、口先だけで、実際には
心では愛していないんだと。で、結局、その自分の行いによってきっと認められてしてると、立法を守る。で、ユダヤ人たちがなんでイエス・キリストを受け入れないのか。これなんでやと思う？これ一言で言うたら、彼らからしてみれば、イエス・キリストはただの人間やんかと。なんで人が神になれるんやと。これなんですよね。ユダヤ人たちが未だに、まあ、つまずいてる。イエス・キリストが彼らにとってはつまずきの岩になってるのは、イエス・キリストが人間なのに神だと、まあ、言ってると。これ、ヨハネ書の、10-33に、彼らが全く、イエス・キリストを殺した理由が書かれてるんですね。ちょっと読んでみましょうか。ヨハネの10-33。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら、自分を神とするからです。正直言うて、日本人も、多くの日本人がなんで、グッドニュース、福音を伝えても信じないのか、またその多くの、日本人だけじゃなくて多くの人が、信じられない。まあ、多分、イスラム教の人も同じように思いますけど、その最大の理由が、イエス・キリストは人間や。ここまではいいんですよ。イエス・キリストは人間であり、まあ、預言者やいう人もいるし。でも、なんで神様なんやと、いうとこがわからないんですね。これ、日本人も全く同じだと思いますね。これがユダヤ人のつまずきなんですね。イエス・キリストという方は、聖書の預言通りに、メシアとして、来られた。メシアというのは王様であり、ユダヤ人の王様であり、そして油注がれたもの、キリストというのは油注がれたもの、メシア。ほんで、それはどういうことか言ったら、今、神様の祝賀期で、このメシアが来たら、メシアが神様の御国を作るんだよ。そして、ユダヤ人の人たち、あなたたちはこの神の御国にメシアがあなたたち の王様になるんだよ。って言うて、もう予言通り、処女から生まれ、ベツレヘムで生まれ、予言通り、しかもロバに乗って来られ、エルサレムに入場されたのに、ユダヤ人たちは、自分たちが思っていたメシアのイメージと違ったんですよ。彼らはメシアっていうのはもっとなんか自分たちの王様ですから、すごいなんか軍隊連れて、そして、もうローマ軍をバーッ蹴散らして、もうなんかアレキサンダー大王みたいなもう英雄みたいで、ほんでもうあっという間に建国、国を作ってくれて、そしてもうなんかヒーロー、もうかっこいい、かっこよく見せる。ところがイエスさんはそんなん全然違ったんですね。つまり神がこんな形で来るよと、もうロバに乗って来るよなんて言うたらもうなんかごっついへりくだった形で来るよと、なんやロバに乗ってくるって言ったらどういったのかな、印象としてはなんか、ね、私たちが言うたら天皇陛下が軽自動車に乗って来るような感じで、もうとにかく何が言いたいか言うたら、もう、王様がロバに乗ってくるの、そんな感じなんですよね。それで、そんなはずないと、彼らは自分たちの人間的な考えでイエス・キリストを受け入れることはできなかった。つまり、最終的に彼らは神を愛してなかったということです。つまり、神の言葉、神様を愛した者、神を本当に心から愛する者が、旧約聖書の言葉も分かり、イエス・キリストが自分の身代わりとなって死んでくださったんだ、ということを分かったら、そして、ああ、なんと神を私を愛しているんだ。愛してくださったんだ。そして、神を愛せる人、神様をのことを思える人は、当然イエス・キリストを自分の救い主として受け入れるし、そして感謝してする。これが福音の基本なんですね。神を愛してるかどうか。ローマの教会はもう大混乱になってて、そして正しい福音をパウロは伝えようとするんです。この神の愛、神の恵みが元になって、そして、私たちは神様を愛する者がその神の恵みを信じることで神様との愛の関係ができる。しかも聖霊が宿り、私たちは永遠の命があるんだよ。そして神様の御国を受け継ぐんだよ。これが正しい福音なんですよね。このローマの教会大混乱してますけど、これがやがて、今私たちが言ってるローマカトリック教会の元になっていく教会なんですけど、
まあ私の印象としては、いまだに混乱しているような感じがしますね。結局人間の考え方っていうのは、まあ儀式やとか、まあきらびやかに見せるいうかな、行い。そして、ユダヤ人が求めたのはまさにそれやったんですね。ユダヤ人たちは本当に求めてたのは神様の祝福やったのに、神様から祝福を受けるためだし、彼らはこの自分たちの家のドアに、神様を愛しなさいよって書いてる戒めの文章をズボン貼って、それ手で触ってるんやけども、手で触ってるだけで中身の本当の意味、神を愛しなさいよ、これが十分分からずに来て、一体どうやったら神様を愛せるんかいうのは、彼らの理解は、あ、ちゃんと正しいことやってたら、ちゃんと教会に毎週日曜日行って、ちゃんとこれしてあれして、こんなしたら神様に愛されるんや、じゃなくて、神はあなたを本当に心から愛しているんだから、十字架で亡くなられた神様を私たちが愛する、これが私たちは永遠の命があるんだ、イエス・キリストが私たちの身代わりとして死んでくださったんだ。これを信じることやったんですね。これが分からずに、なんと彼らはローマの教会は混乱したままになってしまったというのが、このローマ書のキーポイントなんですよ。そしてパウロは、このユダヤ人たちが求めていたものは、結局彼らが受け取ることができなかったんだ。っていうことで、まあ、この文章が書かれています。私たちは、このユダヤ人たちの間違いをですね、まあ、反面教師にして、私、教会でもね、これせんとあかん、あれせんとあかん、あの人あかんとかで、これ人を裁くっていうのではなくて、私たちは愛の場所で、そして私たちはですね、もう神様に愛していただけたんだと。そして私たちも神様愛してるんだと。そしてもう神様に信頼し、聖霊に導かれて生きていくんだ。これが、本来あるべき、私たちの姿だったと思います。今日はですね、ちょっとこう、コロナで、またちょっと熱が出てきたみたいで、私さっき汗かいてしゃあない。ごめんなさい。またちょっと今から寝ます。はい。それではですね、ちょっとお祈りをして終わりたいと思います。天の地な神様、今日のメッセージ、本当に感謝します。このこと感謝し、主イエス・キリストを御名にとお祈りいたします。アーメン。